木島桜谷3月6日昭和13年11月3日は、明治から昭和初期にかけて活動した、史上派の日本画家。本名は文治郎。字は、文室。別号に、竜知総道主人、老老夫人。史上派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と、上手ある画風で、大正の五春、最後の史上派と称された画家。 京都市三条室町東イー奥良町で、木島周吉の子として、かずめ三男兄弟の次男として生まれる。祖祖父の木島元常は、仮の葉の絵師、吉田元鎮の弟子で、京都在住絵師の多くが参加した、完成期の代理造園障壁画製作にも名を、連ねている。祖父、周吉の代から代理に高級長度を納入する、有識者という店を起こし、 父もその店を継いでいた。父は、絵や和歌、茶の湯に造形が深く、木島家には彼を慕った、芸術家や知識人の来訪が絶えなかったという。その中には、東高の英楽保全や天国家、社人の山本武雲、そして、岸士派の絵師、岸士道がいた。周吉と武道は、岸士隊の下で共に画を学んだ中で、木島家には、 地道の作品が少なからずあったようだ。地元の明林神城小学校へ入学。同級に、久保田金仙や森本あずまかく、洋画家になる、柴千秋がいた。下行区高等小学校を経て、京都府立商業学校余科へ進むが、墓記や三術に興味を持てず中途退学する。明治25年12月、同年亡くなった父の地期で、 当時京都画壇の大家であった今を経年に弟子入りする。経年は桜谷の語を与え、父を早く亡くした桜谷の父親的存在だった。また同じ頃、獣、本蔵学者、写生画家だった山本慶愚に儒学、本蔵学、教文官学を学ぶ。元来、文学少年だった桜谷は、論語読みの桜谷さんとあだなされるほどの愛読家となり、 昼は、絵画制作、夜は、漢石読書の生活を送る。入門翌年に早くも、第3回青年絵画教審会に、不要賞金図を出品し、奉仕を受け、同第4回展にも、春の甲府図で三等講場となるなど、経年塾を代表する画家として成長していく。明治30年経年塾を卒業、展覧会への出品が増えていく。史上、 演算派の流れを汲んだ写生を基本とし、初期は動物画を得意とし、一気化成な筆さばきで対策を、次々とこなしていった。明治32年全国絵画協進会に出品した、ウリュウ兄弟は、区内庁会上げとなり、桜谷の出世作となった。明治36年第五海内国環業博覧会、出品作、洋楽も、天皇会上げの栄誉に浴す。画題も、 課長が、賛成が、歴史人物がへと広がっていく。明治40年文典の、第1回から第6回まで、2等賞4回、3等賞2回と、連続受賞し、早熟の天才という印象を与えた。その理由として、桜谷自身の画祭の他に、その作風が、展覧会の時代にうまく適合していたからとも、考えられる。各種展覧会が、 西洋建築による大空間で頻繁に開かれるようになると多くの感謝が一度に見られる画面の要求が高まった。さらに文展になると応募作に大きさの制限はなかったため画家たちはできるだけ大きな画面で制作する必要を感じ伝統的な屏風絵に注目する。そうした中で桜谷は 左右を体として描かれることが多い風分を連続する一つの絵画空間として捉え直し、幅広な横長の画面を同性感のある充実した構図によってパノラマミックに描き出した。講述するように、審査には激しい気予報編が付きまとったようだが、桜田には目して語らず、耳が聞こえないという意の別号老老人を用いるのもこの頃である。 大正元年京都市立美術工芸学校教授を移植され、大正2年には早くも文典の審査員に挙げられる。同年、絹ヶ笠村に建設した邸宅に移り住む。竹内製法と京都画壇の人気を分け花々しく注目される作家となったが、それ以後は、死刑年の過剰なまでの推薦が反動となって、画壇から嫌われ、熟達した筆技も過小評価されて、 再び対等することはなかった。ただ、絵の依頼は引きも切らず、制作数も多かったようだ。昭和に入ると平面な筆意の作風となり、定点にも変わらず出品を重ねる。昭和8年の第14回定点に、海中の秋を最後に、絹笠村に陰性する。祇園などに遊びに行かず、野人とあだ名されるほど粗末な服を着て、 関璧を愛し、自分に親しむ、成功うどくの生活を送った。しかし、徐々に精神を病み、昭和13年11月3日、平方近くで、軽阪電車に轢かれ、非合の死を遂げた。去年62。墓所は、当寺院、非公開。弟子に、西村隆夫、今井正宗、坂木原虹泉、熊谷雲も、前川周藩。 ゆ井すすぎせん、池田水月、池田水雲、竹中橋道、小林幸、野崎三子、浜子嘘などがいる。桜谷文庫京都市北区東寺院東町の財団法人、桜谷文庫は、木島桜谷の遺作、修作やスケッチ帳、桜谷の収集した、絵画、書、漢学、転籍、儒学などの書籍1万点以上を収蔵、それらの整理研究並びに、 美術、芸術、文化振興のために、桜谷が成拠した2年後の昭和15年に、設立された。桜谷文庫は、大正初期に建築された、和館洋館画質の3棟からなり、いずれも国の登録有形文化財に登録されている。これらは、桜谷が三条室町から当地に転居した際に、建立されたもので、和館は、住居に、 和洋折衷の洋館は収蔵庫、展示及び商談室として、また80畳の畳敷き台アトリエの画室は、制作室、画塾として使用されていた。桜田には竹を好んだため、建築材として各所に使われている。この画室は、外観から2階建てに見えるが、実際には平屋で、中心部には、柱が1本もない。 1951年から1976年までは、京都府立図書館状況文館として使用され、現在は、絵画教室などのため貸し出されている。桜谷が、当地に転居したのが契機となり、土田漠船、金島経過、山口佳洋、村上科学、菊池義文、堂本印象、西村五雲、小野筑教、宇田敵村、福田平八郎、 徳岡上泉などの日本画家が移り住み、絹笠絵描き村と呼ばれた。他にも、洋画家の黒田茂太郎、映画監督の牧野昌蔵も近くに住んでいた。桜谷の作品は、冴えた指揮官をもって静かに情景を表現していくのが、その特徴となっている。その作品からは対象への深い洞察、細やかな愛情が感じられ、見る者に安らぎや、 心地よさを感じさせる、清らかな画風と言える。桜谷の最も得意とする動物画にもこうした傾向が見て取れ、動物が叙情的に描かれ擬人化されたような親しみと温かさが感じられる。しかし、現在では展覧会出品作ですら多くが所在不明である。桜谷文庫には674冊ものスケッチブックが残り、 桜谷が生涯写生を基本にした画家だとわかる。なお、桜谷文庫には、桜谷が使った顔料などの画材類が、当時のままに残っている。明治時代に入ると画家たちは、旧来使われなった色材を積極的に使うようになるのは、当時の資料や実作品からわかるのだが、その詳細は明らかになっていない。そうした中で、桜谷文庫の画材類は、 当時の制作の現場を知る貴重な資料として研究が進められている。ありがとうございます。